こんばんは、プラネットです。SF とは一切の縁がなさそうに思える、日本で活躍する人物たち。今回は、意外な人物が出演している SF 映画、邦画編、というテーマで、そんな人たちが出演した SF 映画を紹介していきます。1. 爆裂都市、バーストシティ。監督は、石井壮吾。裏社会的な雰囲気を漂わせる、日本のカルト SF 映画です。陣内孝則や泉谷しげる、さらに後の芥川賞受賞作家を含め、多数の意外な人物が出演しています。舞台は近未来の日本。工場と高架道路に囲まれた、万難特別指定地区304というエリアが存在し、その一角を仮想の人々が占拠し、スラムや繁華街を形成していました。そこにあるライブハウス、2万ボルトでは、毎週土曜日夜、ラジオ DJ の呼びかけを合図に、地元の人気バンド、バトルロッカーズと、それに対立する、マット・スターリンが舞台を奪い合いながらのギグを繰り広げます。会場では、喧嘩で応戦する両バンドのファンたちと、禁止音楽を取り締まる武装警察、バトルポリスによる、三つどもえの熾烈な抗争が夜な夜な行われていた、というストーリーです。制作費は、6000万円。ザ・ロッカーズの陣内孝則、ザ・ルースターズの大江慎也、スターリン、そして泉谷茂など、数々のミュージシャンを起用した、異例の映画です。1980年のクルイザキサンダーロード、そして2001年には、エレクトリックドラゴン8万ボルトを監督することになる、石井壮吾が監督を務めています。パンク音楽のイメージをそのまま映像化したような世界観が、とてもユニークな映画です。冒頭、道路をひたすらに映すところから、型にはまらない制作への姿勢が伝わってきます。マッドマックスシリーズの日本的解釈とも感じる内容であり、パンクバンド、ドラッグ、暴走族など、終始裏社会的な雰囲気で、独特のカオスすぎる世界が描かれています。また、パンク音楽や、それを求める人々に対する権力による弾圧も描かれており、ディストピア映画的な側面を持ちます。決して、娯楽として綺麗に計算されたようなタイプの映画ではなく、感覚的な演出が光る内容です。特にライブハウスでの演奏シーンや、大量のエキストラを動員した暴動シーンは、映画的な脚色ではない、リアリティを持って迫ってきます。現実世界でも、1989年に、高円寺2万ボルトというライブハウスがオープンされ、現在は、東高円寺2万電圧にその意思が引き継がれていますが、これらは作中に登場するライブハウスの影響によるネーミングだと思われます。ちなみに、陣内孝則は、本作品での主演をきっかけに、俳優としての活動を本格化させました。また、町田町蔵にとっても映画初出演作品であり、彼は後に町田康に改名して小説家としても活動し、芥川賞も受賞しています。こちらも後に石井岳流と改名した、石井壮吾による、爆裂都市の名にふさわしいカオスな世界観が描かれる、本作品。随所で尖った映像演出の光る、個性あふれる傑作カルト SF 映画となっています。2. マッスルヒート。監督は、下山天。筋肉番付などの番組で知られるケイン小杉が初主演した、全編ノースタントのアクション映画です。制作年から見れば、
近未来のディストピア的な設定と言えるかと思うので、SF 映画として紹介してしまいます。舞台は2009年。日本は、強力な中毒症状を持ち、服用者の能力を大きく高めるドラッグであるブラッドヒートにより、汚染されていました。麻薬取締官である葛城は、アメリカ側から派遣された元シールズ隊員のジョー・ジンノと共に、その元締めである雷賢人を追跡。やがて二人は、賢人が運営する地下格闘技場、マッスルドームでの戦いに巻き込まれていく、というストーリーです。原案にクレジットされているのは、今では世界的な番組になったサスケや、筋肉番付のプロデューサーである、樋口由志夫。当時の番組を思い出す姿の、あの頃のケイン小杉が主演しており、ストーリーの構想にも関わったとされています。マッスルドームで行われる競技とは、どちらかが死ぬまで終わらないという、狂ったルールを持つデスマッチです。道具の使用は一切なしの、旗から見れば正々堂々とした勝負に見えますが、ドーキングはいくらでも OK で、作中では、ブラッドヒートというドラッグが勝利の重要な要素となっています。参加者は命がけで賞金を得るために参加する者から、様々な理由で拉致されてきた者までいます。また、観客の人々にとっては賭けの対象にもなっています。相川翔がボコボコにやられるシーンは、とても痛々しいですが、そんな中、ケイン小杉のアクションはキレキレで、さらにスタントも未使用ということ含め、かなりかっこいいです。そんなアクションシーンは、ジャッキー・チェンのスタントチームから2名を招き入れたそうで、全体的に本格的な迫力があります。ケイン小杉や相川翔の他に、プロレスラーの橋本真也と高山義弘が出演。さらに、アナウンサーの安住紳一郎もニュース映像で登場します。当時、マッスルミュージカルという演劇もありましたが、筋肉関連でこんな映画も出ていたことは、今回調べて初めて知りました。北米では映画公開がなかったにもかかわらず、一部のアメリカの批評家から絶賛のレビューもあったとされます。2023年には、タレントの中山きんに君と、パーフェクトパワーズというお笑いコンビを結成し、M1 グランプリ2023に参加したりもした、ケイン小杉。彼に少しでも思い出がある方は、見てみるとかなり面白いと思うので、ぜひチェックしてみてください。3. 未来の思い出、ラストクリスマス。監督は、森田芳光。工藤静香や泉元や、そして多数の漫画家なども出演する、日本の映画です。ファンタジー的ではありますが、タイムトラベルがメインテーマとして描かれるので、SF として紹介させていただきます。クリスマスの日に出会った優子と銀子の二人は、とある理由で死んでしまいます。すると、なぜか未来の記憶を持ったまま、過去の世界へ戻ってきてしまいました。今度の人生は成功者として生きたいと考える彼女たちは、競馬で儲けたり、未来で売れる漫画を模倣したりしながら、理想の人生を追いかけようとします。しかしその結果、何度も人生をやり直すことになってしまう、というストーリーです。制作費は明かされていませんが、藤子F不二雄の原作漫画をもとに、おそらく結構なお金をかけて映画化された作品です。特撮シーンは限られていますが、特技監督は、シン・ゴジラなどでも知られる、樋口真嗣が務めています。主題歌はおなじみのクリスマスソングである、ワムの、ラストクリスマスです。また、シンディ・ローパーの、
タイムアフタータイムや佐野元春のガラスのジェネレーションなど往年の名曲が挿入歌として多数使用されているのが特徴です。少し難のある脚本もこういった名曲の数々で押し切っている印象もあるというのが正直なところです。またツッコミどころの多い俳優陣には特に注目です。工藤静香、清水美沙のダブル主演に加えてそれぞれのパートナーはデビッド伊藤と泉元彌、ちょっとした役にも唐沢俊明や鈴木京香、恵比寿義和、さらには原作者の藤子 F 不二雄が登場。またお笑いコンビ爆笑問題で知られる太田光の妻であり現在は芸能事務所タイタンの社長である太田光代も松永光代という名義で出演しています。それだけでなくパーティー会場には赤塚不二夫、石森章太郎、永井豪、斎藤孝夫、藤子不二雄といった大御所漫画家たちもまさかの出演を果たしており、意外な人物が登場する映画ナンバーワンと言えるかもしれません。こういった俳優遊びはストーリーにも大きな影響を与えており、歌舞伎役者で知られる泉元彌による狂言シーンなども作中に登場するのです。その他にも強烈なビンタをかます工藤静香や飲み帰りに牛乳を一気飲みするデビッド伊藤など、決してコメディーではないのに笑ってしまうようなシーンが満載。おかしな物語も含め実はコメディ映画だったということなのかもしれません。良くも悪くもこの時代でなければできなかったと言える本作品。奇妙なタイムトラベル映画を良ければ見てみてください。4. レックス恐竜物語。監督は角川春樹。子役時代の足立由美にとって映画デビュー作となった恐竜映画です。舞台は北海道の十勝。ある時、古生物学者の小吉と助手の森岡は縄文人の洞穴に入った際に恐竜の卵のかけらや化石などを発見。恐竜は1億年前に絶滅したはずが、そこでは少年がティラノサウルスに乗っている縄文時代の像も見つかっていました。そんな中、洞窟の奥から発見された古代の恐竜の卵の孵化実験が成功します。古生物学者の娘である知恵は、生まれた恐竜の赤ちゃんをレックスと名付け、母親代わりに育てることになりました。しかし、レックスで人儲けを企むマスコミや政治家の手が知恵のもとに迫ってくるというストーリーです。制作費はなんと20億円。ムツゴロウさんで知られる畑正憲による原作をもとに映画化されました。まだ幼い足立由美の他に大竹しのぶも出演しています。キャッチコピーはそれは地球からの贈り物、レックス。友達は、レックス。日本では、ジュラシックパークの2週間前に本作品が公開され、空前の恐竜映画ブームだったと言える、1993年当時の映画界。ムツゴロウさんによれば、マイケル・クライトンよりも先に原作を構想し、書き始めていたそうです。真意は不明ですが、それはさておき、本作品はジュラシックパークに便乗し、そこに E.T. を混ぜたような内容が描かれます。偶然見つかった恐竜の卵が孵化し、子供と恐竜が触れ合う物語。これは同年に公開されたジュラシックキッズとかなり近いというか、ほぼ同じテーマです。オカルト愛好家として知られる角川春樹が主導した作品ということで、恐竜に加えてムー大陸やピラミッドパワーなど
オカルト要素もつぎ込まれたカオスな世界観は、ある意味注目でしょう。その他の見どころとしては、この映画のクリーチャーデザインには、ET の宇宙人を生み出したことで知られる、イタリアのカルロ・ランバルディがクレジットされています。実際、どこまで彼が関わっていたのかはわかりませんが、可愛らしい恐竜のデザインには注目したいところです。ちなみに、監督、脚本、制作にクレジットされた角川春樹は、映画公開からしばらくして、コカイン密輸事件で逮捕され、角川書店の社長を辞任することになりました。当時、世間を騒がせたお詫びとして、映画のチケットが100円で販売されたと言いますが、買った方はいるのでしょうか。これがなければ、22億円だった配給収入は、30億円ほどまで伸びていたと予測されています。6度の結婚と5度の離婚を繰り返した角川春樹が思い浮かべた家族の物語。単なる恐竜映画を超えた多角的な面白さがある映画だと言えるかもしれません。5.19 監督は山下健翔。少年隊が主演を務めた日本の SF アドベンチャー映画です。見習いタイムパトローラーであるイースト、ウエスト、サウスの3人は、ある目的のために、いくつもの時代を飛び越えていました。そして、1998年の東京へタイムスリップした際、そこで宮子という少女と知り合うことになります。好奇心旺盛な宮子は風変わりな3人に興味を持ち、彼らの目的を手助けすることに。しかしそんな中、宮子の弟である頼朝が何者かによって襲われてしまいます。取り乱す宮子に対してウエストは、自分たちが西暦2550年の未来からやってきたタイムパトローラーであり、異生物の生き残りである。カミーラ19を殲滅するために東京へ来たことを打ち明ける、というストーリーです。少年隊のメンバーである東山紀之、西木織和樹を、植草克秀という3人が主演し、制作にはジャニーズ事務所がクレジットされた映画です。後に、ゴジラ対スペースゴジラで監督を務める、山下健翔によって映画化されました。3名のタイムパトローラーと、逃亡中のスペースヴァンパイアをめぐるストーリーが描かれます。アイドルとしての少年隊のファンを喜ばせるための露骨な演出はほとんどされておらず、比較的真面目な作りになっている印象です。本作品においては、西暦2550年という未来の時代交渉によって小道具が制作されたそうですが、全体的にレトロなデザインとなっています。未来の時代交渉とは、一体どんな話し合いが行われていたのか、とても気になります。未来をイメージした都市のセット建設などは行われず、都心部でロケ撮影を行い、主にカメラワークで未来に見せたそうですが、これはアルファビルと同じような手法です。この際、当時未完成であった東京ドームが作画合成によって加えられています。主要な舞台となる1998年も当時からすれば近未来だったため、日産自動車の協力によってパトカーに未来的なカラーリングが施されたりしています。また、ソニーはバーチャルボーイ風のテレビウォークマンという架空の試作品を提供し、サントリーは、スコッチキャンディーという架空の製品を用意。音楽も、久保田利伸によるオープニング曲や、少年隊によるエンディング曲、そして多数のヒット曲を挿入歌として使っており、権力やお金に物を言わせたような制作経緯となっています。世界各地での撮影もされましたが、案の定、
制作費は明かされていません。それでも核をテーマにした内容も語られており、アイドル映画ながら社会的なメッセージも込められているのは意外な点です。映画公開の後には小説化されただけでなく、ミュージカル化もされた本作品。時代を感じる貴重なアイドル SF 映画となっています。6、犬屋敷。監督は佐藤慎介。木梨憲武がスーパーヒーローとして主演した SF アクション映画です。たまには最近の日本映画も紹介してみようと思います。定年を間近に控える冴えないサラリーマンである犬屋敷一郎は、会社では発注ミスを繰り返し、家族からは馬鹿にされるような日々を送っていました。しかしある日、医者から末期がんによる余命宣告を突然受け、深い虚無感に襲われます。その晩、夜の公園で空に輝く謎の光を見た犬屋敷は、機械の体に生まれ変わり、人間を遥かに超越する力を手に入れることに、というストーリーです。奥広也の原作漫画をもとに、キングダムなどで知られる佐藤慎介によって映画化されました。作中では、とてつもないパワーを手に入れた高齢男性が繰り広げる戦いが、躍動感あふれる映像で描かれます。日本映画ながらも、VFX 技術を駆使した表現から逃げることなく、全編にわたってクオリティの高い映像が魅力的です。ビルが立ち並ぶ新宿の街を、機械化された木梨憲武が高速で飛び回る様子は、爽快で面白いです。また、社会問題を織り交ぜたシリアスな要素を含む物語も魅力があります。日本を舞台にして、斬新な内容と見応えある視覚効果が施された本作品。2018年に公開された日本のスーパーヒーロー映画となっています。7、さよならジュピター。監督は橋本浩二。後にグローブのメンバーとなったマーク・パンサーが出演し、 SF 作家の小松左京が総力を挙げて制作した不遇の SF 映画です。以前も紹介させていただきましたが、今回もこの映画の特徴や良い部分などを話していきたいと思います。舞台は西暦2125年。地球人口は180億人であり、太陽系宇宙空間の人口は5億人に達した時代。宇宙空間に住む人々は困難な環境の中で新しい資源やエネルギーを開発し、太陽系を超える時代の準備を進めていました。そんな中、火星の極寒において氷を溶かしたところ、ナスカの地上絵にそっくりの模様が地表に現れる、というストーリーです。日本を代表する SF 作家の一人である小松左京は、本作品の制作にあたり、大きな意欲を持って挑みました。まず、株式会社イオという個人事務所を設立した上で、本作品を東宝とイオの共同制作としました。また、原作、脚本、制作、総監督として現場の指揮を担い、この映画化について大きな責任を負う体制を敷いたのです。当初は、日本沈没で監督を務めた森谷史郎が再度監督を務める予定でしたが、重病により助手の橋本浩二が抜擢されました。
特技監督には、当時新兵扱いだった、河北浩一を起用。制作時には、当時高校生だった、シン・ゴジラなどの監督で知られる樋口真嗣が現場に通い詰め、特撮の世界へ入るきっかけになったそうです。また、樋口真嗣の名前は、新世紀エヴァンゲリオンの主人公である碇シンジの由来でもあり、そのエヴァンゲリオンの作中に出てくる、第三神道教師、という都市の名前は、本作品に登場する宇宙船、東京3の名前がそのまま引用されています。音楽は、羽田健太郎。主題歌、ボイジャー、日付のない墓標は、松任谷由実が担当しています。この、ボイジャー、日付のない墓標は、新エヴァンゲリオン劇場版の作中でも挿入歌として使われており、庵野秀明に大きな影響を与えたことを感じさせます。個人的には、エンディング曲の使い方も、エヴァンゲリオンシリーズの劇場版に、とても大きな影響があったのではないかと思っています。実質制作費は、当初予定していた3分の1の金額である、6億円程度とも言われており、限られた制作費の中で編み出された工夫も見え隠れしています。まず、宇宙船内の機器として、シンセサイザーモジュールがセットに組み込まれており、これは、実際に映画の効果音制作にも用いられていた、東宝所有の音楽機材です。作中で登場するコンピューターのキーボードは、廃品を利用。ハンディタイプのディスプレイは、ソニーが開発途中だった、プラズマディスプレイの試作品だったそうです。作中においては、超小型の自動翻訳機を使用している、という設定により、登場人物の言語が、日本語、英語、フランス語、ドイツ語と変化していきます。これは、主演の三浦友和が英語を話せないために、裏技的に生み出されたアイデアとなっています。制作費の問題や、予定していた監督の死去などの不運が重なり、興行収入はさえず、小松左京が借金を抱える結果となってしまった、さよならジュピター。初めてこの映画を見た時は、良さがわからなかったのが正直なところです。しかし、様々な努力の痕跡を知った上で見ると、光る部分もたくさんあり、素晴らしい音楽に、ラブルームなどの味わい深い特撮など、いろいろな良さを感じることができたので、紹介させていただきます。2023年現在でも、あまりに低い評価を受けていると感じる本作品。脚本のあらや、不要な上手風のシーンなどの欠点を加味しても、魅力的な部分はたくさんあると思います。宇宙からのメッセージや、復活の日と同様に、外国人俳優を多数起用しながらも、あくまで日本製にこだわって作られた、不遇の SF 映画となっています。今回は、意外な人物が出演している SF 映画、邦画編、というテーマの SF 映画紹介でした。個人的には、ジャニーズ事務所と SF 映画の関わりというのが、一番意外なところだと感じます。こういった映画はまだまだ存在すると思いますので、洋画編も含め、また紹介していきたいと思います。洋画に比べると、邦画の知識は浅い方なので、もし他にも日本の意外な俳優が出演するおすすめの SF 映画があれば、コメントで教えていただければ嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。